皆さんこんにちは、佐向栄太郎です。今日は映画ラバンバでおなじみのサマータイムブルースの解説です。イントロ、ギターソロ、エンディングと、まとめて例題を作ってみましたので、それを解説していきたいと思います。行ってみよう。コード進行はこのようになっております。はい、こんな感じです。では早速、最初の下りから、6弦開放弦をアームで、1、2、3、4これを2小節やります。そしておなじみのこのフレーズ1、2、3、4はい、これは E、 Aで B7 で E に戻ると、これをリズムに乗っけて1、2、3、4こんな感じです。はい、そこまでいったら、この2段目のソロの方に入っていきます。まず最初の下り1、2、3、4ここですが、入りはですね、2弦の E とこの1弦開放の E をですね、同時に鳴らしてこう2弦にスライドで入るように、そしたら次は2弦2フレット、C シャープを弾いて離すと、つなげると1、2、3、4で、次の下りが、ドゥダダディドゥダン、ここは、3弦、これ G シャープ B、 2弦開放 C シャープ、そしたらここで4弦にシフトして、4弦 F シャープをチョーキング、そして E に変えると、1、2、3、4はい、そしたらさっきもやった
で2小節。そしたら3段目、また同じような下りなんですが、ちょっと歌い方が変わって、今度はチョーキングから1、2、3、4。これですね、2回目の入りは、2弦 D をチョーキングして、はい、開放の1弦と一緒に鳴らしてワイルドな感じで、したらチョーキングを下げて、2弦 C シャープを弾いて、離す。そして B 解放。そしたらまた、1回目と同じように。はい、そしてまたこの下り、はい、そしたらですね、コードが A の下りに移っていきます。下から2段目 A2 小節。ここはですね、ワン、ツー、スリー、アン。はい、このコード A を想像して、この1、2、3弦、この C シャープにですね、薬指から入ってスライドで1、2弦人差し指、A と E、 これを そしたら薬指でですね、この F シャープ、そしてまた人差し指に変えると、ここはですね、引き続き1、2弦人差し指で押さえっぱなしにして、薬指で2弦 F シャープを、チョーキングします。その時に1弦も、人差し指の1弦も鳴らすように、そしたらプリングオフでもう一度弾いて離す。これで A2 小節。そしてその次の、E が2小節くるくだり。ここはですね、この E を想像してですね、この E の1、2弦、はい、これをですね、中指で半音下がったところから、このこれでこの E にするイメージですね。ワン、ツー、スリー、フォー。なんで1弦、B、2弦 G、 ほんでこの G を持ち上げます、チョーキングします。で最終的には、開放弦1、2弦、ワン、ツー、スリー、フォー、これをこんな感じです。はい、そして曲は一番最後の段、また A2 小節。
このくだりは先ほどと同じフレーズです。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、同じですね。同じ場所です。この絵を想像してこの C シャープから、ちょっと歌い方が違うかな。はい。そしてこの一番最後の E、 2小節というか 1.5 小節というか、一番最後の下りはですね、2拍しかありません。この一番最後が2拍しかないのがどうなってるかっていうと、タタ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 チャチャチャタタタタタンタンタタタタタタタンパンパパパンパパパン。また、最後の小節2拍終わったらすぐに、このイントロのドゥンダダドゥンダダに帰っていきます。これはこのブライアン・セッツァーのバージョンだけではなくて、オリジナルのエディ・コクランのバージョンもこういう風になってます。はい、このソロの終わりの、フレーズ1、2、3、4、はい、ここですが2弦 D をチョーキングして1弦の開放も鳴らします。下ろしてが C シャープ、そして B、 2弦開放、1、2、3、4、ここまで来たらここですね。一番最後の小節は、2拍しかない短い小節ですので、これだけです。 G をハンマリングして G シャープ、そして2フレット4弦の E ですね。この動きを僕は E をもう押さえちゃって、このハンマリングの時にもう E でハンマリングに取り掛かってます。で E を弾いて6弦に移る。1、2、3、4。一番最初は6弦だけで弾いたけど、ここはまあダイナミックにコードと一緒にアーミングするのがかっこいいかなと思います。最後の小節が短かったのに気づいていただけたでしょうか。で、ここはですね、ラバンバのサントラででは、このように、ギターは最初のアームに戻らずにですね、ここの、4弦2フレットの E で解決してます。こうレコーディングされてますが、今回イントロとギターソロとエンディングを、くっつけた形で、例題を作りましたので、ここは、滑らかにイントロに帰っていきたいので、こういうふうに変えました。うん、トゥー、スリー、アそしてですね、こっから、エンディングに向かうためにですね、また、イントロと同じことを弾いていきます。またこの一番下から一番上に戻って、これをまたずらーっと弾いていきます。そして今回の例題はですね、最後ここ
タララランタララランのこの回数が増えてます。そしてエンディングに、向かっていくという流れになってます。では、先ほどのソロが終わるところから、エンディングまで弾いてってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォに入って、4小節、要はこのこれを一塊とするとこれを2回やってですね、エンディングまでに全部で4回やります。8小節の時にこっちの、こっちの E、B、E ですね。この2弦、3弦、4弦あたりで弾いてます。はい。そして最後の1回目で、エンディングに入っていくんですが、ここも最後の小節が、2拍だけになります。ここですね、1弦 G、 そして2弦が、C シャープ、この2つをダブルストップチョーキングします。そしたら開放 ED、 ここは3弦 A をチョーキングしてブリングオフ E、 G、 じゃあ最後は、3弦 A と2弦2つの弦を同時にチョーキングします。こうワイルドな感じで、で E でおしまい。以上です。皆さんいかがだったでしょうか。サマータイムブルース、今回は映画ラバンバのサントラバージョン、ブライアン・セッツァーバージョンを元に解説してきましたが、ストレイキャッツの演奏ではいろいろなアドリブが効いてて、見どころがたくさんありますので、そちらの方もいろいろチェックして自身のソロに役立てていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。